デジタルコミックは漫画の内容を持つデジタルコンテンツである。略称はデジコミ。デジタル漫画やインターネットのワールドワイドウェブにあるものはウェブ漫画ととも言う。世界初のデジタルコミックは寺沢武一が1985年に発表した黒騎士バットである。デジタルコミックという用語自体も寺沢による造語で1987年頃から使い始めたとしている。 コンピュータゲームの場合は、ファミリーコンピュータをはじめとする1980年代のゲーム機の記録媒体は、数百キロバイト程度の容量のロムカセットが主流だったため、大容量の画像データを何十ページも必要とする漫画を再現することは極めて困難だった。しかし1990年代に入ると、PC エンジンの CD o m に、メガドライブのメガ CD をはじめとする、 CD-ROM ドライブを搭載したゲーム機が登場し、最大で 540MB という大容量の画像データを扱うことが可能となった。このような状況を背景に、アドベンチャーゲームから謎解き要素を排した上で、大量の画像を取り入れ、ゲームをプレイするというより、読むことに主眼を置いた作品が誕生した。初作品は1989年3月に、 ハドソンから発売されたコブラクロ竜王の伝説だがデジタルコミックという名称が正式に使われたのは第2作ウルホシやツラステウィッチュからとなる。その後他社からも同種のゲームが多数発売されゲーム専門誌でもアドベンチャーゲームとは別の独立したジャンルとして紹介されるようになった。しかしユーザーからは一般的なゲームに比べてユーザーが介入する要素が少ない。 ボリュームが物足りないといった不満の声も上がるようになりミニゲームなどの追加によりボリューム不足を補うソフトも見られたまた1990年代半ばより既存の漫画作品の画像を取り込んだり通常の漫画と同じような小回り構成で新規に描かれた作品に BGM や効果音声優による音声などを加えた作品が登場したボタンを押すことで読み進めていくため 漫画を再現するという点において本質的な意味でのデジタルコミックと言える。1990年代後半からはインターネットの普及により漫画のオンライン配信が可能となり、これらもデジタルコミックと呼ばれている。作品は紙媒体上で発表されたもののデジタル化及びオリジナル作品に対別され、趣味や同人活動の一環で配信するものはウェブコミックと呼ばれることもある。 配布フォーマットは Adobe Flash、XMD 回、PDF などで紙媒体で発表するより費用を抑えられるというメリットがある。近年は携帯電話の普及及び構成の丘により、携帯電話で閲覧できる携帯コミックも発表されている。インターネットでの動画サイトの普及により、漫画そのものに音声やちょっとした画面の動きを伴った作品の配信も 容易に閲覧できるようになった。それらの呼び名は、ボイスコミック、ムービーコミック、モーションコミックなどと呼称されており統一されていない。これらも従来のデジタルコミックの定義である、漫画の内容を持つデジタルコンテンツに含むものであるが、音声を配信する点から、ラジオドラマの側面も担った形態である。オンライン配信に限らず、テレビ放送したり、 DVD ロムに収録された作品をそれらのように呼ぶこともあるが内容としては同一である。動画の配信ではあるが絵を連続して動かすアニメーションとは異なる。過去には Adobe Flash が媒体として一般的だった。プス、PC エンジン、MCD、メガ CD、PC、パーソナルコンピュータ、SS、セガサターン、PS、プレイステーション、PSP、 プレイステーションポータブル、既存の漫画作品の画像を取り込んだ作品。日本のウェブコミック配信サイト一覧も、参照動人誌の漫画においても、紙媒体と比べて制作費が安い、制作期間が短縮できる、在庫を保管するスペースや手間が省けるなどの利点を、活かし、PDF などの形式で反布されることがある。また、動人ショップへの委託販売では、需要が少ないと思われる。 発行物は委託を断られることがあるが、ダウンロード販売サイトへの委託には、そのような制約がほとんどなく、より幅広いジャンルの作品が反復の場を得られるようになった。デジドーニも参照、寺沢武一、ブラックナイトバッド黒騎バット後書き、ありがとうございます。